はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、公開民法513条の内容について解説します。まあ、今回は公開がどういったものなのか、また連帯保証と連帯債務について、まあ、公開っていうのは絶対項になっているんですね。その点も合わせて具体例を入れながら解説させていただきます。内容的にはそれほど難しくないので、2、3回見ていただいたら頭に入る内容かなと思います。まず公開なんですけれども、あまり聞き慣れないんですが、よくニュースで出てくるのはプロ野球選手の契約公開っていうやつですね。これ何かというと、新しい契約をすることによって昔の古い契約を消滅させること、これが公開なんですね。なんでプロ野球選手も、以前契約していた年俸ってありますよね。それを契約公開によって昔の年俸、その契約っていうものを消滅させて新しくまた契約し直しましょう。これが契約公開っていうやつなんですね。で、この連帯保証と連帯債務について見ていくんですけれども、例えば A さんが B さんにお金を貸しました。で、 C さんが連帯保証人になりましたと、まあ、いった事例です。 B さんが主たる債務者、 C さんが連帯保証人で、 A さんが債権者という状況です。ここで C さん、連帯保証人と債権者との間、ここで公開契約をしましたといった場合、どうなるかというと、公開というものは新しい契約によって旧契約を消滅させるということなので、まず新しい契約が結ばれますよね。 AC 間で新しい契約が結ばれます。まあ、通常は C さん、新しい債務を負うわけですね。こっちで新しい債務を負うことによって昔の C さんの旧債務は消滅します。これ OK ですよね。新しい契約を発生させて昔の契約はなくす、つまり新しい債務が発生して昔の債務は消滅する、これが C さんに起きる状況です。で、連帯保証人について公開を行った場合、この公開は絶対項なんですね。主たる債務者に影響を及ぼすんですよ。これどういうことかというと、C さんに発生した効力が B さんにも及ぶということなんで、 C さんの昔の債務は消滅することによって B さんも昔の債務が消滅するんですね。これが絶対項の内容になります。で、 B さんは新しい契約って結んでいないわけなので、結果的に B さんは債務が消滅する。で、一方で C さんは昔の債務は消滅するけれども新しい債務が発生するということで、 C さんのみ新しい債務を負うことになるんですね。これが連帯保証における公開の絶対項の話になってきます。で、続いて連帯債務。もう連帯債務も基本的には内容は一緒になります。 A さんが債権者で B さん、 C さんが連帯債務者と仮定します。で、 AC 間で公開契約をしました。その場合もう内容は一緒です。 C さんの昔の債務は消滅して C さんに新しい債務が発生します。で、一方で B さんについては C さんに生じたこの効力、旧債務が消滅するという効力が B さんにもその効力が生じて、 B さんは昔の債務が消滅する、つまりもう連帯債務者じゃなくなるということですね。で、結果的に C さんの新しい債務だけ残るわけなので、 C さんだけが債務者になるんだよと、まあ、いう内容になります。まあ、この点についてはそれほど難しくない内容です。一応ですね、AB 間で公開契約をした場合も考えると、この AB 間で公開契約した場合も一緒なんですね。これが逆転するだけです。AB 間で公開契約すると、B さんの昔の債務が消滅しますよ。で、B さん、新しい債務が発生しますよ。で、C さんは昔の債務が消滅しますよ。絶対項なんでね。主たる債務者に生じた事由は全て絶対項なので、B さん公開契約をして、昔の債務が消滅したのであれば、C さんの昔の債務も消滅しますよ。で、B さんは公開契約をしている当事者なので、B さんは新しい債務が発生して、B さんだけが新債務を負うんだよという内容です。なんでこれが逆転するだけですね。B と C が逆転するだけ。こっちもそうですね。AB 間で公開契約をしたというのであれば、この C が B に変わって、B が C に変わるだけと。それほど内容的には難しくないと思います。そして弊社は個別指導を行っております。個別指導ではこのように具体例を入れながら解説させていただいておりますんで、次の試験絶対合格したいという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。
個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。